どうぞ。失礼します。状態になることによって乾燥条件がこう入っていく、いわゆる外構内なんですね。なぜその外構内なんのいい虫が出れば、ね、大体いい虫の先になるという基本中の基本なんですね。雨の降る時はちょっと少なめするとか、から蒸す物量に合わせて増やしたりします。その辺が非常にシンプルでやりやすいです。こっちは同じような構造で、これ小釜なんですね。これはお湯を沸かして、さっきやったり、いわゆる麹米でなくて掛け米の方はどう晒すかっていうのもすごく影響があって、で、例えばですけど、例えば、まあ、イメージなんですけど、お米がこうやって丸くあったら、この中心部だけで酒を作りたいんですよ。でここの周りのところは殻として残したいんですよ。そうすると芯部は柔らかくしておいて、米って絶対亀裂がどこか入ってますから、ここから中の部分をこう溶出させて、それで酒を仕込むというのが私のイメージなんですよね。そうすると味が濃くてもおかわりできる酒になる。いわゆる味の、いわゆる後半部分の味わいがキレのいい味、そこを想像してるんですね。それはやっぱりさらしがないんです。で、そのお酒を仕込むときに我々は温度を決めて、例えば添えは何度、中は何度、止めは何度と決めるんですけども、その時に温度だけじゃなくて、何を見てるかって言ったら、あくまで水分を見てるんですよね。そこはものすごく意識してるんですね。だから雨の時と、これから乾燥した時と全部違って、で、雨降った時はこれでも乾いてない時はセットで咲くんですよ。そこのいわゆる水分調整がすごく大事ですね。で、もろみのその一つのタンクに入った時に、どんだけの水分なのか、要するに仕込み水の水分もあるんですけど、白米と麹を持ってくる水分を総トータルで私の場合作るイメージしてますね。それが最近重要だなってだんだん分かってたんですよ。どっちかって言われば温度ばっかりなんですけど、実はそこの発展と米の水分って非常に重要だなって思います。ここまでなら入って大丈夫ですか？中も綺麗に掃除してます。で、布関係ですよね。矢蓋の布とか、いろんな布をみんな綺麗に洗って殺菌をして、中に入れて、で、まあ、ほこりよけに新聞紙が。粗熱を取って、で、ここで引き込んで、で、ここで、まあ、1時間から2時間蒸らすんですよ。山ちゃんですよ。その間に下の方で仕込みずっとやって、で上に上がってきて、ここで、一つバラバラにして、で、金を買って、
菌の振り方もいわゆる種の量がいろいろありまして、我々麹は、4種類かな、元麹と添え中と4種類の麹を使います、ね、で菌対量というのはそれぞれ違って、はい、これと重ね時期が違うんですけど、麹も今荷物が入っていっぱいいっぱいですけど、あれ板はね、床とか、棚の板やったり、バラすんですよ。おー、くぎ抜いて。え、そうなの？で、一枚一枚殺菌して洗って、で、中にこういう、こうやって水色のやつ、この手前にあるんですけど、それは断熱材。断熱材も全部出して、全部バラすんですよ。断熱材も一つ一つ全部洗って、殺菌して洗って。どうだろう、今期の場合だと10月に入ってもスタートして虫が、11月か、やっぱり1ヶ月ぐらいはかかるので、これは洗って、この広いスペースは、麹のからし場ですね。これは我々が家庭で編んでるんですけど、まあ絨毯みたいなのが広げになってまして、でその下にすのこですね、これをすのこをまず敷いて、その上にで麹はだいたい畳1枚くらいのこの布になってるんで、それをこっち持ってきて、ここから落としてやる。それから脂肪は昆布を使わず豆で担いで、ここから流し込む。なぜ生き物ですかね、昆布でやると生き物をすり潰してしまって、それはやっぱりかわいそうと、それからいわゆる雑菌の問題があって、昆布とかって完全にばらして洗うことはできないですから、きれいに洗ったつもりでもどっか残ってるんですよ。それはうちは嫌なんで、桶で担いでやると、桶ってシンプルだから 100% とっぴに洗えるんですよね。やっぱり工業生産品でなくて、生き物を育てるっていう観点から、機械のそういうポンプを使わない、だから衛生環境ですね。だから今のところです。だからこのペニヤシータルを全部穴が効率よくできてるんですよね。そうです、はい、ここで大体上から見ていただいたなんですね。で、うちはまあ基本純米酒系統はもうできるだけ解凍タンク、解凍タンクでした方が酸が少し高くなると割と強さになるという私の考えですね。日程はまあ言い方の悪いけども、まあ、おとなしくなるというか、いい方それはひどいお酒を作ったらやっぱり日程も、だから大吟醸は一日小さい日程なので、お酒を作るときに分析値だけじゃなくて五感で作るんですね。いわゆるもろみの面といって、はい、泡の面が上がってくるんですけど、泡の面見たら大体どういう状況かって分かるんですよ、ね、はい、だからそれを見やすいってことですよね、だからあと香りと発酵の音に、あと、はい、音で大体分かるんですよ、はい、うん、から香りと触ってみて溶けるわ、はい、だから五感すべてで、はい、これは大手さんとは決定的な違いです、ね、やっぱり立体感があってね、やっぱりそこまで人がこう手間暇であったり感覚で作ってるかじゃないかなと思うんですよね、一つのようにね、やっぱりそこが実は手間の実際の良さ、だから私の酒造りのコンセプトでもとにかく立体感ですね、味を構成する要素がいろいろ甘みであったり、甘みをいろんなの渋みとか辛みとか酸味とか酸味、アミノ酸でもいろんなアミノ酸で、その一つ一つの味の要素がこう主張し合っているような、そういうイメージです。
その立体感のあるお酒っていうのは口に含んだ時楽しいんですよ、でそこをまた突き詰めればこの尖ったここの部分は 何に合わせようかとか、食材に何に合わせるか、香辛料とかに合わせるかっていう感じですね。それにやっぱり立体感ですね。Yeah.